町田 TV をご覧の皆さん、私は誰、ここはどこ、エイフォーリアル庄司瑞希です。町田です、ここは。今日は3月の21日、ね、春分の日。そう、春分の日、ね、そんなありがたい、ありがたい日にフリーライブを開催させていただきました。まだね、3月の21日、桜の開花予想ってなったんですか。今日なったらしいんですけど、すっごく寒いです。その中、私はね、背中に布がないという衣装で挑みましてですね、なんかね、タイツも編みたいですね。ガクガクブルブルでした。でもすっごく楽しくって、そう、本当にお客さんも出演してくださったアジさんも皆さんあったかくてありがたい一日でした。次回はですね、5月の3日、祝日の火曜日、そして7月の31日日曜日に開催させていただきますので、もう季節は絶対春ね、そして絶対夏、そんな時間でございます。ぜひまた皆さんにこの場所でお会いできたらとっても嬉しいです。どうぞお待ちしております。そんなわけでですね、本日は、これコラボの宣伝もした方がいい、ね、コラボし、もうエアリーさんいないんですけど、ここにいると想定しましてですね、ここにいますね、エアリーさんとのコラボ曲から冒険賞、そして FO リアル、今日はなおちゃんいません、ここにいると想定いたしまして、FO リアルの楽曲の中から未完成な果実という曲を聴いてお別れしたいと思います。5月の22日浅草クラウドワンマンライブお待ちしてます。バイバイ。Okay.
から少年は未来をかけていくためにこの場所で止まるわけにはいかないと。ああ悲しみをいくつもの